はい、こんにちは。はい、ね、今日いいですよ。にやけてるでしょ。わかります。このチームですよね。もうここフランスのですよ、2122のスウェットですよ。もう何がいいってね、やっぱかっこいいですよ。基本的には全てがいい。わかる。もうね、これとかもう切り返しなんですよね。プリントじゃないですよ。もう縫ってるですよね。もうね、なんだろうな、これもラグビー界においてのもう宝ですよ。もう宝レベルですよ。全然違うもん、他のブランドと全然違うもん。ここだけね。だからもう声を大にしてたけど、これおすすめですよ皆さん。フランスだんだん寄れてきたなんかフーディーを見たね。まあここでまた出てくるわけですよ、 IW。 あいつスーッと出してくるわけですよ、これとかって。でこれですよね、もう俺のサイズなわけですよ、最初から。でまあ撮影お願いしますじゃなくて、あいつはもう買えよと、これはあなたが買うべきものですよみたいな感じで出してくるわけですよ、あいつ。でこれ以上ですね、こうフランスが増えてくると、うちのですね、あの家にいる、あの、まあ、うちのボスがいるんですけど、あんたフランスしかないじゃないのみたいななってくるわけですよ。でそこの戦いでも、だから IW 対うちのボスの戦いっていうのが今起きつつあるってことだけ覚えててください。もういいんですよ、私は分かって、私は絶対サイズ S なんです。いいですね、あのルゴックが着てる場合は S なんです。さあそこでだ、これは試されるわけだよ、君が。メイドインどこでしょうか。フランスといえばルゴック、ルゴックといえばどこだ。ぽいですか。全く見てないですね、私の動画を。あなたは何の勉強してるんですか。フランスといったらモロッコじゃないですか。いいですか、モロッカンですよ。なんとおそらくこのフランス代表のグッズに関してはかなりの確率でモロッコ製なんですよ。これもうね、おすすめですよ。そういう意味ではおすすめなんですよ、ね、そしてですよ、なんとですよ、あるグッズの正式取り扱いが決まりました。まさかのですよ、 RWC って何だ、次数字だよな、2023ですよね、今度 RWC。 それは絶対やる、もう絶対になんかやるんだけど、その前があるんですよ、前段が RWC21 って知ってる。 RWC21 っていうのがあるんですよ。実はですよ、皆さんほぼノータッチだ、世の中は。だけどうちは絶対にそこは捨てないよ、俺は絶対掘るよ。 RWC21 はなんとニュージーランドで行われるんです。21って言ってるのに、なんで22じゃないかって思うでしょ。去年中止になった大会が今年に行われるんですよ。それが女子ワールドカップ21なんですよ。ニュージーランドで今年行われます。そのグッズの正式オフィシャルグッズが入荷することが決定しました。それは入ってます。もうすぐね。なんでこんなこと言うかというと、それがさっきあなたが言ったこちらへつながるんですよ。21から23へですよ。いいですね。でですよ、23がここだと。フランスワールドカップですよ、皆さんね。これ覚えてる。で、俺が来てるのは何だろう。代表ですよ。いいですね。フランス代表グッズって。つまりですよ、これからラグビーオンラインはですよ、もう21/22に行われるね、23という大きな大会に向けて舵を切りまくるってことですよ。つまり私たちのこのグッコーナーとかがどん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 盛り上がってきますよってことが言いたかったんですよ。その中においてフランス、いいですね、ホストカントリーですよ、フランスね。ここは注目しといた方がいい。絶対何か仕掛けてくる。俺は絶対思って何か仕掛けてきますよ。で最後まで見ていただく皆様に一つだけ お伝えしますよ。いいですか、ブランドで来てるって言ったら、ここともう一個何て言ったら、そう、いいですか、マクロンはどこの会社、イタリアの会社ね。マクロンも来てるじゃん。マクロンが来てる証拠にワールドラグビーのレフリーの部屋が全部マクロンに変わったね。もう変わったね。もう一個マクロンが巨大な契約をしたのが2023なんですよ。いいですか、一般のアパレル。
ワールドカップって書いただけの服、マクロンが出てきますからね。これもうみんな頭を動かすね。これもう来てる証拠ですからね。これはもう皆さんが今知っても以上、もう多分公になってる情報でいいんですけど、まあもし拾えてない方にはお伝えしておきます。はい。というわけですよ。今のは一回ちょっとマル秘話に置いといて、今日ご紹介したのはフランスの2122のスウェットのご紹介です。このフーディついてないタイプね。かなり着心地がいい。あ、そうだ、これ忘れてた。55コットン、45ポリです。ポリコットンですね。はい。というわけで、よろしければ下見てみてください。では。